ユヘジン&ジョジヌン&イソジン主演、完璧な他人、2種類のメインポスター公開、10月31日公開決定写真、イコールロッテエンターテインメント想像を超える大。大と圧倒的なキャスティングで連日話題を集めている映画、完璧な他人が韓国で10月31日の公開を決定し、一風変わった2種類のメインポスターを公開した。映画、完璧な他人は、完璧に見えるカップルの集まりの中で、限られた時間の間にスマートフォンにかかってくる電話、メッセージ、カカオトーク、モバイルのチャットアプリを強制的に公開しなければならないゲームによって起こる予測不可能な物語。夕食の間にスマホに来るすべてを公開する、いわゆるスマホロック解除ゲームという独特な題材や、ゲームに参加したユヘジン、チョジムン、イソジン、ヨムジョンア、キムジス、ソンハユン、ユンギヨンホに至るまでの豪華なキャスティングで熱い期待を集めている話題作だ。2種類のメインポスターは、それぞれ映画の背景である、夕食、と主な題材である、スマートフォンをモチーフにした。まず夕食のテーブルを背景にしたポスターでは、笑っている7人の友人の上に、完璧な他人、というタイトルが刻まれており、皮肉なムードを醸し出している。お堅い弁護士のテス、ユヘジン、心優しい整形のメイ、ソクホ、チョジムン、イケメン中年でレストランの社長ジュンモ、イソジン、文学にハマっている専業主婦スチョン、ヨムジョンア、美貌の精神科専門医イエジン、キム、ジス、明朗活発な獣医セギヨン、ソンハユン、血気盛んな食なしのヨンベ、ユンギヨンホ、まで、ベテラン俳優たちが親しい仲間と会い、ボリュームたっぷりの夕食と、それ以上の演技と味わい深いセリフの晩餐会を期待させる。スマートフォンのキーボードデザインのメインポスターに現れたキャラクターたちの表情は全く異なる。スマホロック解除ゲームを進行しながら、想像していなかった秘密が明らかになり、完璧な友人、完璧なカップルから完璧な他人に、彼らを危機に直面させる人物のエピソードに対する好奇心を刺激する。また、スマートフォンを公開すると、すべての秘密が現れる、というキャッチコピーは、まるです。魔法公開のビフォー&アフターを象徴するかのように、笑いと反転のグラデーションを見せている。ロックを解除した瞬間に笑いとスリルを投下する、完璧な他人は、韓国で10月31日に公開予定である。